無理やりにでも思い出せ即興ガガ学園トーク。というわけでですね、はい、こちらに2つのボックスがございます。こちらの一つにはシチュエーション、もう一つにはいろんな感情が入っています。ここから1枚ずつ紙を引いて出てきたお題に合った話を即興で皆さんにしていただきたいと思います。はい、ただし学生時代の話限定でお願いします。おー、はい、はい、ちなみにですね、優勝した方にはご褒美があります。チャレンジャー1人目、小倉優衣。じゃあ早速弾いていただきましょう。はい、じゃあまずドキドキシチュエーション。シチュエーションは職員室。おー、職員室で、これなんだ、恥。えぇ、ー、職員室で恥をかいたとき。それではお願いします。はい、私はですね、中学3年生の時にある日職員室に行ったんですよ。その時に山田先生っていう先生を探してたんですけど、その先生がいなくて、あ、山田先生いないなと思ってて、それでパッと振り返ったら山田先生がいて、山田先生って言ったら、それは岡田先生でした。恥ずかしい。ありがとうございます。これは可愛いぞ。チャレンジャー2人目、石原香織。緊張するな。じゃん、部活。おー、ね、青春っぽい。1は楽。あ、楽しいか、楽しいだ、楽しい。でもどっちで解釈してもありかもしれない。ありかもしれない。わかりました。部活で楽？それとも楽しい？どんな話が出るんでしょうか？お願いします。はい、これはですね、私が中学校2年生の時の話なんですけれども、私はこうダンス部に所属していたんですよ。なんですけれども、こう私が中学校1年生に入った時にその部活はできて、まだ全然こう盛り上がってない時だったんで、すごく緩い部活だったんですよ。で、こう中学校2年生ぐらいになって本格的に始まったんですけれども、こうどうやら筋トレしかしてないっていう話が回ってきて、私は部活に行くのをやめました。以上、私の部活の楽な話でした。さて、これは部活が楽なのか、それとも部活をサボったサボったのが正しいですね。そうなんですよ。そう、かわいい話をありがとうございます。ありがとうございます。